海と日本。大小18の島々からなる天草市五所浦町。恐竜の島として知られ、白亜紀の化石が数多く発見されます。五所浦の場合ですね、1億年前の恐竜の時代の地層がですね、見やすい場所に出てきているというのも化石が見つかるポイントの一つではないかなと考えられます。この恐竜の島で人気なのが化石採集クルージングです。こういったものが見つかってます。これ恐竜の足跡っていうのがここの島から見つかってます。こちら見つかってるのは1997年の5月。船で向かった先には1億年前の地層が広がっていました。さあ、これから化石を発掘します。採石場跡地に上陸し、いよいよ化石採集の体験です。ほら、すごいなった。あ、ほんとだ、すごい、見つけた。夢中になって化石を探す子どもたち。貝や植物など貴重な化石が次々と見つかります。一番は自分で探すっていうのがですね、一番楽しいポイントなんじゃないかなと思ってます。自分の宝物を自分で探すみたいなことがですね、ここで体験ができるので、大人の方も夢中になってお子さんと一緒にですね汗だくになりながらやられてますけども。じゃあ化石見つけてどう？嬉しいです。面白い。あ、もちろん。恐竜の島で楽しむ化石採集クルージング、ロマンあふれる五所浦町でぜひ体験してみてはいかがですか？海と日本。